アルバロ・アルベロア・アコカは、スペイン・サラマンカ出身の元サッカー選手。現役時代は、スペイン代表で、ポジションは DF。レアル・マドリードの下部組織出身であり、2004から05、シーズンにトップチームデビューしたが、レアル・マドリード・カスティージャでのプレー時間の方が長かった。2006年夏にデポルティー・ボラ・コルーニャに移籍し、2007年冬に、プレミアリーグのリバプール FC に移籍した。 イングランドでサッカー選手としての地位を固め2006から07シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ決勝にも出場した2009年夏にレアルマドリードに復帰した2008年にスペイン代表デビューし UEFA ユーロ2008で優勝している FIFA コンフェデレーションズカップ 2009-2010FIFA ワールドカップにも出場し後者では スペインの初優勝に貢献した。2009年夏に幼少時からの幼馴染みと結婚し、2010年4月26日に第一子であるジョジが生まれた。レアルサラゴサの下部組織に所属していたが、17歳の時にレアルマドリードの下部組織に移り、リザーブチームであるレアルマドリードカスティージャではキャプテンを務めた。トップチームでの出場は2試合にとどまった。 2006年7月24日、デポルティーボ・ラ・コルーニャに移籍した。デポルティーボでは、レギュラーとしてプレーしていたが、在籍はわずか、半年間に終わった。リバプール FC 時代のアルベロは2007年1月31日、イングランドプレミアリーグのリバプール FC に移籍し、約400万ユーロの移籍金がデポルティーボと、レアルマドリードに半分ずつ支払われた。 2月10日の入ッするユナイテッド FC 戦で、MF ジャーメインペナントとの途中交代でデビューした。UEFA チャンピオンズリーグの FC、バルセロナ戦で初めてフル出場し、中央に切り込むことが得意な FW リオネルメッシを止める役割を任せられて、左サイドバックとして試合終了までプレーした。アルベロアは、ラファエル・ベニテスの期待に応えて、メッシに良いプレーをさせず、 前年度優勝チーム相手に2から1の勝利を収めた。移籍後初得点を挙げたのは4月7日のレディング、FC 戦であった。UEFA チャンピオンズリーグでは決勝に進出し、AC ミラン戦に途中出場したが、1から2で敗れて、準優勝に終わった。2007年夏には、背番号が2から17に変更された。2007から08シーズンは、好調なチームに合わせて、 アルベロアも調子を維持し、トップチームでの立ち位置を固めた。2009年5月18日のウェストブロムウィッチ、アルビオン FC 戦では、軽率なディフェンスをしたことで、チームメイトの DF、ジェイミー・キャラガーと口論になり、副キャプテンであるキャラガーは、僕らは無失点を継続したい。レーナにゴールデングローブ賞を取ってほしいんだと説明したが、 ベニテス監督は事件に対するコメントを拒否した。リバプール FC では2シーズンでリーグ戦66試合に出場した。2009年7月29日、フルスレアルマドリードと5年契約を交わし、リバプール FC には遺跡金500万ポンドが支払われた。DF ・ミチル・サルガドや DF ・ミゲル・トーレスがいなくなったため、背番号2を譲り受け、右サイドバックには、 セルフィオラモスがいるために主に左サイドバックを務めた。2010年2月13日のアウェーでのセレス CD 戦で移籍後初得点を挙げた。3月28日のアトレティコ・マドリードとのマドリードダービーでは右足で GK ダビドデオヘアから得点を奪い3から2での勝利に貢献した。レアル・マドリードでのアルベロア2010から11シーズンは左サイドバックに マルセロが重宝されたが、そのユーティリティ性から両、サイドバックの控え選手として多くの試合に出場した。リーガで初のタイトルとなったコパデルレイの決勝でも右、サイドバックで先発フル出場した。2011から2012シーズンでも、その堅実なプレイスタイルから監督のジョゼモーリーニョから信頼を得ており、ラモスがセンターバックで起用されることが多くなると、 本来の右サイドバックで起用されている。しかし2013から14シーズンは、復帰したダニエル・カルバハルが、右サイドバックに定着したため、出場機会を減らしたが、チームは、コパデルレー優勝、UEFA チャンピオンズリーグ2013から14、でも優勝を果たし、デシマを経験した。2015から16シーズンはシーズンを通して、出場機会を得られずに、 シーズン終盤を迎え、クラブからは契約満了という形で対談が発表された。現地時間5月8日のバレンシア戦で対談セレモニーが行われ、クラブから惜しまれて本拠地サンティアゴ・ベルナベウに別れを告げた。その後クラブは運で島を成し遂げた。2016年8月31日、イングランドプレミアリーグのウェストハムユナイテッド FC へフリーで加入。 契約期間は1年間。リバプール以来、約7年ぶりのプレミアリーグ復帰であったが、加齢や負傷の影響もあって、わずか3試合の出場に止まり、クラブから契約延長のオファーもなくシーズン終了後に、契約満了により退団。シーズン終了後の2017年6月23日、モチベーションの低下を理由に、現役引退を発表した。年には、 アラゴン州の選抜チームに選出された。2010年10月にはアラゴン州のスポーツ功労賞を受賞している。2008年2月1日、ルイス・アラゴネス監督によってフランスとの親善試合のためのスペイン代表に初、招集されたが、負傷により出場を逃した。3月26日、イタリア戦でスペイン代表デビューを飾った。 UEFA ユーロ2008本大会に招集され、グループリーグ初戦のギリシャ戦に出場した。FIFA コンフェデレーションズカップ2009にも招集され、準決勝進出を助けた。2010FIFA ワールドカップにも招集され、グループリーグのホンジュラス戦で77分に、セルフィオラモスに代わって、途中出場したい試合のみの出場に留まったものの、 スペインの初優勝に控え選手として貢献した。ユーロ2012においては、カルレスプジョルの負傷により右サイドバックのレギュラーとなり、スペインの優勝に貢献した。2014年5月、2014FIFA フフ、ワールドカップメンバーから戦外になり、代表引退を表明した。引退時に、フルスレアルマドリードに携わりたい旨を表明しており、その後、 レアルマドリード TV のコメンテーターに就任した。カシージャス、シャビアロンソとユーロ2010に優勝を祝うアルベロア。ありがとうございます。